はい、俺です。今日はですね、ちょっとだけね、お話ししていこうかなと思ってます。で、その内容はですね、 YouTube が最近発表した新たなコンテンツポリシーってことなんですけど、で、そのポリシーっていうのが、FPS などのタイトルで人気なキルモンタージュ形式動画が、収益化ができなくなると。で、海外メディアがこれを伝えてるらしくて、で、まあ、それはね、個人で調べてもらう感じなんですけど、YouTube は先週ね、新たなコンテンツポリシーを公開したと。話題となっている箇所は、暴力表現に関する技術で、FPS 等のタイトルで多く見られるクリップを集めたモンタージュ動画と。で、これが、まあ、あれだよね、キルのね、そのテクニック動画だとか、そういうまとめだよね。で、暴力表現、血、怪我、まあ、血はね、流血とかなんだろうね。で、そこに焦点を置いてるらしくて、で、それ以外の場合は、広告配信を容認できると。で、ただし、無意味な暴力に焦点が置かれるモンタージュなどには容認できないと。で、暴力表現が含まれるコンテンツニュース、教育、アート、ドキュメンタリーなどの前後の関係、ね、例えば、こうね、ストーリーを進めていきました、ね、ウィッチャーのストーリーを進めていきました、で、モンスターが出ました、で、こう倒しますって、このなんで倒したのかっていうね、こととか、で、その倒した後のね、どういった話がある風になったのかっていうことが多分重要だと思うんですよ。ね、その前後っていうのがね。で、ポリシーが運用されると、FPS の、まあ、人気シリーズね、コールオブデューティーとか、バトルフィールドとか、ね、レインボーシックスのとこそうなのかな、わかんないですけど、まあ調べないとわかんないですけど、暴力的な過激なね、ゲームの、そういう高度なキルシーンをまとめた動画、ランキング形式の動画は、広告掲載による収益ができなくなってしまうと。で、収益が行えないコンテンツは、YouTuber にとっても、制作を控えることになっちゃうのかなと。ね、キルモンタージュテクニックとか、解説や状況説明などを加えながら、動画制作をしていかなきゃいけない。だから、無言だとかの動画の方とか結構大変なんじゃないかなって。まあ、こう喋っちゃえばね、早いと思うんですよ。その説明ができるから。かといって喋れない、あんまね、自信がないなって、喋るのに自信がないなって思う人は、その文字打ちとかね、文字起こしとかしてね。そしたらもう動画編集ソフトとか購入しなきゃいけないと。なってしまう。でも今ライブ配信があるから、まあ、思い切って喋ってみることも大事だと思いますけどね。自分もね、そんな喋りにね、自信がないので、なんだろう。それでも思い切ってやってるんで、まあ、その辺はね、勇気を持ってやってみればいいと思ってます。で、その他の新しい、まだポリシーができてるらしくて、で、危険行為。まあ、危険行為って言ったら、まあ、すごいいっぱいあるんだけど、まあ、ね、そういう命に関わることだとか、まあね、そういう怪我をしちゃうとか、まあ、クラッシュ系とかね、事故だとか、ね、あまりこう見ないようにしてるんですけど、自分は。で、あと、差別的表現。ね、だからまあ、なんだろうな。まあ、自分ではここでは言えないけど、まあ皆さんの想像にお任せするのと、まあ、自分で検索してみてくださいってことと、あと性的表現。で、そういうのにも前後関係によって広告掲載が認められない場合もあるらしくて、あと危険なチャレンジ動画。まあね、結構 YouTube だから、ね、そういうルールとかが緩いから、いろんなことやってね、ちょっと怪我につながるような、事故につながるようなチャレンジ動画だとかも、ちょっとやばいと。で、ビエロ、まあちょっとエッチなね、ちょっとエッチ、これわかんないんだけど、どこまでの範囲がっていうのがね、じゃあ水着はどうなんだと、グラビアアイドルはどうなんだと、ね、宣伝にも使ってるだろうし、ああいう人たちはね、メディアの人たちは。いや、そういうのも、前後関係によって左右されてしまうと。
だからまあ今後ねそういうのを本当ゲームもそうだけど、ウィッチャーもですね、やっぱそういうちょっとね、あの大人の関係のシーンがあるから、まあ、それもね、ストーリー上で、まあ、ストーリーがなってるから、いいんだろうけどね。だから編集して、そういうとこだけを、切り取ってまとめて、だと、ただ、そういうのを見せたいだけであるっていうね、じゃなくて、それの行為に行き着くまでの過程と、行き着いた後のね、結果っていうのがあればいいと思うんですよ。でもどこまでの範囲かっていうのはでも自分も調べてないからわからないし、新しいからこれもわからないです。それはみんなで考えてね、答えを出していけばいいと思うんですよ。まあ自分もこれからちょっとちゃんと調べるんですけど、で YouTube ってもともとそのポリシーが厳しくて、ヘイトスピーチだとか過激思想だとか外国人嫌悪だとかってすごい厳しくて、でそういう社会問題に取り組んでいるクリエイターをサポートするためはあるんですよ。なので、誰が見てもいいように、子供とかがもう見るんで、やっぱりで子供とかわからないでね、クリックしちゃってね、見てね、うわってなっちゃう時子供とかいるんですよ。でやっぱストレスとかね、そういうトラウマとか抱いてしまう部分があるので、でやっぱ子供とかにね、そういう良い、いい未来を残したいとかね、よくいろんな人が言ってますよ。で自分たちがね、こう動画を制作するとかね、まあコメントとかね、見て参加してコメント書く。で、やっぱそういう周りの子供たちが見るってなると、やっぱり、なんだろうな。そういうふうに、大人とか作ってる側が問題を作っちゃうと、いいものっていうのが、どんどんルールが厳しくなっちゃって、結局そういう後々やってくる人たちにとって、不利な部分は出てきてしまう。まあそれでね、よくザマーとかね、よく聞きますけど、まあそれはそれでしょうがないとして、やっぱりやってる側は、やっぱルールを守ってやってます、それなりに。守ってない人もいるんだろうけど、そういう人たちはやっぱりそういう後の人たちのことを考えないで、考えてちょっとやっていきましょうって形でね。やっぱそういう見てる側の人たちも、YouTube の、ポリシーだとかルールだとかをもう一度ちょっとね、確認してみて、時間がある時でいいんでね。してみると結構わかる、なんか新たにわかることがあって、あ、これってもしかして俺まずいことやってたみたいな感じがいっぱい出てくるんですよ。自分も、まあ、自分はマイナス評価とか、低評価とか、そういう、ヘイトスピーチ的な、差別的表現とか、そういうのね、コメントした時ないからわかんないんですけど、で、ちょっと調べたら、コメント、見てる側のコメントとかも、いろいろチャットとかね、ライブ配信とかのチャットとかもね、まあ、その作った側とか配信してる側が管理しなきゃいけないんですよ。そういうの全部ちょっと不適的なね発言があったとか、だってこのコメントをねちょっと消さなきゃいけないとか、さこっちね管理するんですけど、なんだろうな、バイクがすごいね、マッドマックスみたいなね。で管理しなきゃいけなくて、それがもういろんなとこでね、そういうヘイト的なね、差別的なね表現を使ってると、まあいろいろねそう通報されますよ、各その配信者さんとかに。でそれが溜まっていくと、やっぱりまあ運営っていうのかな、 YouTube 側から規制がかかるらしいです。で自分も一回YouTube 動画制作とかしてて、5番を食らってます。で5番食らってる時に Google にさえログインできなくなるんですよ、これって。だから見てる側も安易にそういうね、ただムカついたとか、ただ、ね、言いたいだけだとか、まあそういうのがあってね、後先考えずにそうコメントしちゃったって、いっぱいいろんなところでコメントしちゃったって。そしたらいろんなところでそういう規制を食らっちゃって、もしかしたらですよ、どこまでの範囲かわかんないけど、もしかしたら Google にさえログインできなくなるっていう恐れがあると思います。で、実際じゃないけど、なんだろうな、もし自分がね、動画投稿したいな、いい、すげえいい動画撮れちったよ、これちょっと見てもらいたいわって言った時に、そういうね、マイナス、自分がやってきたマイナスの行動とかをね、Google は見てると思うんですよ、YouTube の方も。で、記録に残っちゃってるから、絶対に。それで、やっぱりそういう時に自分が載せたいなって、作っていきたいなって時に不利になると思います、ある程度なんか。で周りの人は見てるから、あ、この人前はこんなことやってたよなって、じゃあもうこの人の動画見ないしようってなったりすると思うんですよ。
で、俺はやんねえからいいやとかじゃなくて、だからそこでもう俺はって考えちゃいけないんですよね。みんなが見てるからって。で、まずそこで考え、そういうふうに考えてほしいっていう部分があるんですよね。みんなが見てるの、みんなが使ってるんだと。俺が、俺はじゃなくて、みんなが、で、そこでね、投稿者さんもルールに乗っ取ってやってるから、で、そこでやっぱ個人的なね、ルールだとか、自分ルールっていうのを押し付けないで、そのルールが、いろんなところにルールがありますよ。それをまず見て、ポリシーをね、こう見て、コメントだとか、ね、動画を見たりとか、そういうのはもう、動画見るとかは自由ですよ。でも発言にはね、そういうのをすごい気をつけた方がいいと思います。自分も制作し、動画を作ってね、やってる時すごい気をつけてるんで、その文字打ちとかね、字幕とか入れる時にどういう表現したらいいのかなって。やっぱりそういう風に、自分にいつか帰ってきてしまうという恐れもあるので、ルールとマナーとかね、ポリシーをね、ちゃんとね、守っていこうというお話です。で、まあ、ね、新しいね、コンテンツポリシーもね、まあ、ググればニュースで、まあ、いくらか出てくると思うんで、で、自分もまだ全然とかちょっとしか調べてないので、まだそこまで分かってないです。10あるうちの1、2ぐらいしかまだ分かってないです。なのでね、もし誰か詳しい人が、方がいらっしゃいましたら、コメント欄とかにね、記載していただけると、助かります。で、どのくらいの範囲なのかなっていうのもわからないので、なんだろう。まあ、みんなで考えていければいいかなって思ってます。はい。やっぱりね、そういうコメントとかで荒れる場合があるので、その中では、もしかしたら削除させていただくこともあるのでね、コメントいじめだとかね、そういうのもちゃんとポリシーにあるので、そういうのちゃんと何度も言いますけど、読んで、ちゃんと理解して、楽しいね、YouTube ライフ、まあ、見る側もね、作る側もって考えてね、いけたらなって思ってます、自分も、ね。ゲームの世界もそういうふうに常にね、平和を求めてる部分が多いのでね、ゲームやってる人も、そうでない人も平和を求めてるのは一緒だと思うので、じゃあ平和ってなんだって言ったら、ね、目の前にあるものが平和なのかって。じゃあ各国で起こってるテロとかね、事件だとかがね、そんなのじゃあ自分の目の前じゃないからほっとけばいいのかっていうね、そういうふうな考えもあると思います。なのでね、いじめとかがある時点で、あと暴言だとかね、誹謗中傷がある時点で、自分はね、戦争はなくならないんだなって思ってますよ。だからね、少しのね、そういうものを、目の前にあるものをなくして、で、広く見てね、ちゃんと楽しくやっていければなって常に考えております。そんな感じでね、まあ、なかなかとね、くっちゃべりましたけど、まあ、ポリシーの件に関しては、ちゃんとこれから調べていきたいと思います。それではね、ちょっと雨降ってきたんで、ゲームの中でね、そろそろね、締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらね、チャンネル登録とか、コメントの方もね、ポリシーの方お待ちしておりますんで、よろしくお願いします。では、お疲れ様です。それじゃあ、バイバイ。